いやいや、この間、息子の卒業式に行きました。お、もう同級生に。もう中学卒業。卒業しましたよ。早いな。今年はね、卒業式に桜咲いてましたね。あ、そうなんです、早かった。で、天気良くてね、今の卒業式って違うね。卒業、卒業、倉田真理子です。本当ですか？本当に結婚してくれるんですか？いや、今ね、びっくりした。校長先生とかね、LINE の人もね、短くてとてもいいスピーチをしますね。ああ、それやっぱりやるよな。で、子供たちにある程度任してるから、子供たちが指揮したりして歌を歌ったりするのよ。いいね。僕たちにこれきちんとしてるね。逆にね、任せられるからね。そうそう。それでね、先生たちがね、フレンドリーなの。おい、なんとかダメじゃないかよ。すいません。とか言って。なんとかダメだぞ。はい。じゃないのね。あ、信頼関係な。変わってきたんだな。そういうのにも感染したんですけど。で、こう、父兄がこういっぱいいますよね。でもみんなが退場したから僕もこう、ゾロゾロ。まあ、お父さんってあんまり少ないじゃないですか。あ、そうだよね。で、僕もゾロゾロこう行ったら、こう、映ってるどうかこう、モニターを、ビデオを確認してるおじさんがいて、それで頭の中に、そうだ、江藤くん、元続きの江藤くんの、長男さんも同級生なんですよ。あ、長男じゃないか。次男なんだけど。次男。かっこいいのよ。江藤くん。人気あったじゃん。アイドルっぽくてさ。すごかったよ。で、面白くて。好きねんで。そう。みかん色の声。で、ラビーの馬場さん見る。ね、やって、馬場やってってやるとずっと笑ってずっと笑ってくれたんだ。僕たちいいお客さんでした。で、見てるから、あれ？と、江藤くんだったの。で、どうもどうも、久しぶりと。あらら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 、久しぶりです。相変わらず人当たり良くて、ビデオがさ、老眼に見えなくなっちゃった。撮れてるかなとか言ってね。で、元気とか言ってね。元気よ、元気ね。もうさ、大変だよ。うちのが悪くてさ、悪くないのいいこと言ったんだけどね。これで話してて。いい人じゃないからね。息子さんのところで写真撮ってくれダメじゃない。でもね、一人なの。僕撮ってあげるから、撮ってくれた。はい、どうもと。で、あ、携帯絶対電話して、電話。携帯電話して。かけるからさ、で、僕の携帯これですって教えて、ごめんね、今日携帯持ってないんだけど。で、奥さんが来てた、おお、お前のにちょっと入れといて、後で写すから、いいから、奥さんも奥さんで、その、聞いてる、最中に僕にかけてくるわけよ。で、あの子電話ないです、あ、私です、今、確認が。面白い夫婦だなと。で、また、変わってなかった。ちょっとね、もう社長なんかやってるから。あ、そうだ、カラオケ屋さんとか。監督ついてるけど、江藤君でしたよ。あ、そう。坂井君も、僕も来ちゃって、もう、小坂君いくつ？46だよ。あ、僕より一つ上だんだ。44だもん、僕。関根さん48だよ。48なの。48なんだ。え、会ったから違うよね、とかね。当たり前。俺最初会った時21だもん。江藤君17だもん。若い。だってセブンティーンでアイドルの子だったもんね。いや、ずっとアイドルだったもんね。すっごいアイドル。でも、ね、お互いに、それで僕も、プロフィールのピッピッって、これ番号ねって、番号あってくれて、遠くにしないで電話、遠くにしないの、そうやって、無理しても近くで、見たって見えないんだもん、ね。面白いです、奥さんもその場でピッピッ、プーってなるから、なんだって。面白い奥さんだね。面白い、綺麗な奥さんだよね。あ、そりゃそう、エイト君かっこいいもん。いいね。でもね、じゃあもう、高校生だ。高校生ですよ。あ、高校生だよ。自分のお芝居そんなこと言って、まあこれで普通だと俺たち大人なんだけなっていう、まあ結論に行くのが通常のラジオ番組ですけど、絶対卒業なんかしないぜ俺たちは青春真っ只中言い張っちゃうジジイたち。ごめんね、わあ、関根勝樹です。関根勝樹です。松島です。有川です。坂です。本当にね、今年は春が早くて、春ちゃん吹いて、もうすっかりスプリングはずかむ。もう満開近いでしょ、桜も。もううちの隣の桜の木も、もういい花見頃ですよ。だって大阪のブランチ、16日だったのかな。満開になるのは多分20日から27日の間でしょうって言ったら、一体矢先に映像が出て5分後に、桜がもう咲き始めました。4日早くなっちゃった。だって観測史上最高記録でしょ。早いんだ。一番今まで早かったのは20日だっていう。あ、そう、
そうそう16ですよ。トレーシーローズのが嘘ついた時。トレーシーローズってあ16じゃなかった。トレーシーローズ最近どうしてるのかなと思ってたら、ブレイドを見ると最初に出てくる悪いようなトレーシーローズですよ。よろしくね。面白かったよね。はい、ウェイズリースナイプスですよ。そして明日は新聞の日なんで、お休みのリスナーも多いと思いますんで、思いっきり夜更かししちゃいましょう。夜更かし。外は春でもこのヒヒスタジオは常夏ピーカン男だらけのパラダイスです。我々の大好きな我々のヒーロー、教祖様、はい、高田純次様やってまいります。素敵です。一体どんなまた爆発言無責任発言が飛び出すでしょうか。楽しみにしてください。じゃあ今夜も3時までよろしく。リップスライムでファンカスティック。わお。上から91、59、87。小池栄子。上から85、59、87。井川遥。上から89、59、85。大戸葉。上から184、241、202。お車。上から94、58、88。高橋秀樹。上からオスオスピーチ。水野春夫ちゃん。物知りプレイメイト大集合。小崎でわお。男の中の男、ドイツ人。こんばんは、F カップです。誘惑されないゲルマン魂。こんな小さな水着で大丈夫かな。想像しないゲルマン魂。やっぱりはみ出ちゃいますね。横目で見ないゲルマン魂。あ、脇毛剃るの忘れちゃった。僕のティディベアと同じ。小崎在ムックン舞台してないだと思うんですけど、紀ノ国屋ホールに、はい、国語元年っていうのを見に行ったんですよ。井上久志さんの国語元年っていう元年っていう舞台。ああ舞台。誰が出てるんですか。土井裕子さんとか、ルーシーやってね。あ、土井裕子さん。あと B 作さん、佐藤 B 作さんが主演なんですけど、おあと鶴木みゆきさんとかね、いろんな人出てて、はい、鶴木みゆきさんもっと数が。そうです。それで見に行ってね、どういう話か概略してたんですけど、面白いのよね。要するに架空の話なんですけど、明治になって日本の国の言葉を統一しようっていうことになるわけ、あ、東北弁とか方言がいっぱいあるから。あ、はいはいはい。で B 作さんは役所にいるんだけど、もともと文学がこう好きな人なんで、それでたまたま使用人がいろんな地方から来てるわけ。ははで使用人が全部違う言葉を使うわけ。おそれで話が進んでいくわけね。で結局こうお役所仕事って何持ってってもダメだダメだって言われて、最後 B 作さんがこう精神に異常をきたして、ってとこで終わるというね。ほでもね、その方言を聞いてるだけでもね、面白いね。それまたよくまとめたなと思って、再現なんですよ。15年ぐらい前にあって、B 作さんがその時の主演した。でその方言やる人たちは方言指導を受けた。みんな受けてる。大変だわ。だから大変なのよ。東北弁あり、関東の訛りあり、訛りありね。そう、大阪、名古屋、大阪、九州、九州、そうそう。でお父さんお母さんが鹿児島の人ってさ、それでその鹿児島の方言が入ってないじゃないかって怒られたりとか、って B 作さんがな。でも B 作さんなんかね、名古屋弁も途中で、名古屋弁だとこう言うって、もうね、みんな聞いたらね、稽古の時ね、普通に雑談できないんだって、人の覚えなきゃいけないから、ああ、訛りをイントネーションを覚えなきゃいけないから、だから静かなんだって稽古。だから歌を覚えるようなもんだもんね。そうそうそう、メロディーを。そうそう。ほんでね、プロフィール見たらみんな東京の人と関係ないのよ。東京の人が一生懸命覚えてた。それで面白いの、それで方言が分かんなくて、強盗が金出せって言ってるのにみんなが分かんないとか。ああ、なるほどね。強盗が言ってんのによーと、でもちゃんと舞台だから俺たちには分かるように言ってくれるんだよ。なるほど。ゼニコだし、じゃゼニコっていうか分かるんだけど、設定上はゼニコと言いますとって、だからゼニコでって言って、それがこう入ってきてね、それをこうそのうちの書生さんがこういうことがあったんだっていうか語っていく話なんで、3時間ちょっとあるんですよ。もう楽屋行ったら B 作さんが、あー久しぶりです、大変ですねこれ、疲れちゃったんだ。疲れちゃった。鶴木さんは山手言葉使うの。私は何とかでございまして。じゃあ楽だね。楽だじゃないんだって。で難しいの、山手言葉ってあるんだって。やっぱちゃんとちょっと違うんだ。でもやっぱりそう、だからみんな辛いのよ。違うところやってるんだ。だからみんな頭とね、脳がね、違うとこ使われるんだ。そう、充血しちゃうんだ。あ、舞台と。なにまして3時間あるでしょ。あー、これは辛いね。でも面白い舞台でしたね。発想がね。まあ架空の話ですから。なるほどね。はいはいはい。それで一生懸命美咲さんが勉強するわけ。わかったぞ。何とか弁は全部に NY になる。にゃーになるんだ。あ
任意をニャーになるんだな。そういうの一時報告書に出すと全部却下されて、最後おかしくなっちゃう。あ、なるほどね。でもね、やっぱりね、舞台でしょ、だからあの、すいません、もう一回ってできないわけですよね。そうだよ、舞台っていうのは。そう、取り直しはできない。何かあったら何とかしなきゃいけないわけ。そう、その時も普通の頭で何とかできないわけじゃない。なるほど。で、奥言わなきゃいけないから。そうで、人のセリフまでは入ってないからね、みんな。そうだよね、大変だよね。で、方言でアドリブやらなきゃいけないんだから。そう、何かあった時はだからね、アドリブがね、ほとんどないんだ。はあ、言えないから。そうか、アドリブな、アドリブみたいなとこあんのよ。うん、アドリブないの。ほとんどないです。だからちょっとあるのかもしれない。ああ、まあね、慣れてきたんでね。B作さんうまいですね、やっぱり。あ、そう、やっぱ引っ張ってくね。ああ、あの独特の、私のなんとかのなんとかだわ。ああ、福島だよね。ちょっと福島なまり。そうそう、いや、舞台も面白かったですけど、客層がね、あの久々にね、あのちょっと年齢高かったんですけど、大人の人の笑ってるの、こうやっていいね。あ、おばあさん、おじさんが。あ、なるほど。僕の横のおばさんがね、相変わらずよくいるけど、なんとかなんとかって言ってんだって全部言ってて、リピーターの人かなと思います。あ、とても勉強になりましたね。うん、でその後みんなで食べに行ったんですけど、ご飯、その時もずっと喋ってましたね、一人で僕だけ。あ、でみんな疲れてる。鈴木宗男さんが好評なんですよ。あ、でもなかなかね、もうあんまりできないんです。そうなんだよね、もう離島なされましたからね。そう、離島ですよ。せっかくね、いいネタ来たの。短かったね。短かったね。どんなもんかな。ラビー、いじり会。いじり君がね、まあ俺とあの食事でもしましょうかと。ああ、いいね。行ってきたの。それで、まあ、ついでだから、知り合いの女の子がね、いるんで、まあ、合コンのような形を、取りましょうかと。関根さん、誰か若いね、人連れてきていただければ。あ、合コンか。で、俺はあの彼氏のいないやつにみんな電話したわけ。ああ。彼氏じゃない、彼女のいない。うん。エネルギーの森。ああ、森ね。電話して、もしもし、このいじり君がさ、あのいじり君があの誘ってんだから。こういこういこう、いじり君で女子大生が来るんだけど、どうかなって言ったらさ、俺はどうかなって言ったわけ。喜ぶかとかわかんないじゃない、合コンとかそういうの。うん。そもう声だけで目がパッて開いたのが分かるの。お願いいたします。ありがとうございます。あ、分かる分かる、森田さん。うちの観光機の中村よしおっていうのをあのいるんですけどね、彼がもう本当に面倒見のいいやつで、あ、こいついい。この前も言われた。すごく面倒見いい人。そう、面倒見のいいやつで、彼女と別れたばっかりなんで、で電話したら、チャンスをね、そう、よろしくお願いします。その日は6時、5時に、5時ぐらいに稽古がありますから、ちょうどいいです。よろしくお願いします。で、ズン、で、ズンも、いいよ、彼女いないから。すごいメンバーだ。で、電話して、で、留守電入れといたの。で、いじり君が、あの、こういうことで、こういうので、スケジュール、日にちが何日で、どうかな、つって。まあ、よろしければっていうことなんだけど、電話かかってきて、関根さん、イジリーさんと、イジリーさんが仕切るということに興味を持ちました。ぜひ参加させて。ただ当日、その7時から10時の予定だったんだけど、8時半ぐらいまで ライブなんで、それ終わったら駆けつけますって、やったわけです。うん、それで、まあ、六本木に行って、まあ、僕も行って、で、吉尾と、中村吉尾と、イジリー君と、イジリー君はもう15分ぐらい前に来てて。おマネージャーさんと、お来てて、うん、それで、あの、あ、どうもっつって、女の子も5人来てました、うん、あの、それで、あの、吉尾君と森と俺と、それで、まあ、これで後でメンバーが揃ったら、いじり君が、じゃあ、これで後でメンバーが揃ったらね、あの、今、男と女で分かれてますけども、男女、男女、男女でね、こうやってね、いろいろ、ぐるっと回りながらね、みんなにうまいわけ。うまいの。それじゃあ、まず乾杯でいきましょうか。乾杯とか言って、ねえ、ウーロン茶ですけど僕はとか言って、飲めないの、飲めないの、飲めないの、うん、でっつって、ねえとか言って、じゃあ自己紹介しましょうかね。じゃあこの回だけ、この今日だけここの回だけのあだ名をつけましょうね。うまいね。ねえ、なんとかね。じゃあ僕は何がいいかな、僕はそれみんなイジジがいい、イジジでいいですか。じゃあ僕のことはイジジって呼んでください。で、森君は何やったんだっけな、もっこり、
森だからもっこりくんかな。モリックだ、モリック、マリックじゃなくてモリック、モリック、モリック、よしおが、中村よしおがよっぴ。じゃあ関根さん何しますか、関根さん、じゃあ俺はツッコんでお願いしますストムだからツッコんでですとかバーンやつで、で女の子 の自己紹介をさせて、うん、あーとか言って、それでどういう子が好きなのとか言って、どういう人が好きなのとか言って盛り上がって、でいじり君がじゃあそろそろもう時間も経ってましたんでね、僕の舌の動きを見せてもらう、見ていただけますかね。何？舌の動きが非常に速いの。これがペロロ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 ロってでペンネがあってさ、おいしいペンネだな。おお大爆笑。そんなに速いの？速いの。これ女の子も速いの。意外と女の子も速いの。ちょっとやってみてて、一人ずつやらして、バーッと速いと君みたい。君は偉いね。ギルガメッシュ。バカで今度全員でゲルガメッシュとか言って、君はすごいとか言って、で最後の子あんまり舌は動かなかったわけ、はい、うーんいいね、初々しいね、中二っぽいねとか言ってね、中二っぽいってバカな話ばっかりしててね、まあ俺も気づかなかったんだけど、あの飯尾君たちがあの帰り際にその女の子たちの話は全然しなくて、俺と飯尾君があまりにもひどいってバカだバカだっつって話して、それで途中から電話かかってきて、ずんが来ると、うん、あずんが来るって言って、じゃあ迎えに、じゃあ森迎えに行ってあげてって言って、あの角まで、うん、分からないからって言って、そしたら女の子たち、ずんって誰なの、ずんって誰、飯尾和樹、飯尾和樹、飯尾和樹って誰って言うから、吉尾が水曜日出てますよね、笑っていいと思うんですって、うん出てるよって、あれ水曜日私見たよ、今週見た水曜日、誰か分かんない、あれあ、キャイン 100% でね、犬、初めてのワンちゃんって俺の横の女が、知ってる知ってる、見てる、そこ、それ見てる見てる、でも顔わかんない、ひそれで来たわけ、来たわけ、バーってバカボンのパパに似てる方だからね、イオくんってバーって、あ、こっちだこっちだつって、あ、やっぱわかんないわとか言って、それで最後の方に来たんで端の方に座ったわけ、そしたらイオンところから照明が切れてて真っ暗なのいるのにマジで最高なのよ、すごいやつだね。で森が今は一気一気っていうの違うとか言って、あなたはお酒が好きでしょ、さあ飲みなさい飲みなさいとか言って飲まされてさ、でなんか言ってたらさ、あれ説教癖があるわけ、お前さ、お前は俺の何が分かるんだお前はとか言い出して、やっぱりお店と女の子に絡みづらいとか言われて落ち込んでて絡みづらい、そういうキャラじゃないじゃんって、キャラとか言うなよお前ら女の子にモテない、モテない、モテないオーラがめっちゃくちゃ出てるそれで、で俺もさ、俺が参加した一つの理由とするのはさ、まあ若手がね、まあ彼女できてくれればそれでいいよね、でも本当の目的はいじり君の仕切りを見たかったのと、うん、今のその若い女子大生がどういうような言葉を使ってるのか、いろいろ聞いたのよ、勉強になったんだね。そしたらね、高いっていう、まあ高い、死んでしまうっていう、高い、他人の階、他界するっていうのを使うんですよ、どういうのって言って、もう疲れちゃってて今日はもう自分は限界だって時に、もう今日はもう高い、他界してるもんとか言うの、あ、もう死んだも当然だと、で顔がね、もうお化粧が崩れギリギリの時にもう顔が他界してるとか言ってへえ面白いこと言うねとか言って、それからあとはね、What? What? 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 うん、What って何？ヒント、イジリさんはね、超 What? そうで、あ、俺はツッくんはね、ツッくんはプチ What? で、あの、よしおくんはあの終わってじゃないってで、女の子は私たち全部終わって、終わってなんだろうなとか言って、で俺が終わってっていうことだから、痛ってね、痛いから、うん、その痛いことをずっと追いかけて追われる、痛痛って言って、そういうことって違うって終わそしたら、バカなことができるって言ったの、褒め言葉なんだ、バカができる人、汚れをできるって、ああ気取ってないってこと、そう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 、うん、でな、どっから来てるかっていうとね、暑いと終わってる、暑いと終わってるで終わっつ終わっつ
ワーツ。うん、ワーツ。ワーツ。終わってるってどういうの？終わってるって要するに、もうそのプライドをかなぐり捨ててるっていう。あ、終わって気取ってる時期は終わってるってこと？もう全部終わっちゃって。まだイジリ君は超終わって。そうそうそう。うん。ラビーはプチ終わって。その時まだちょっと紳士的な。ああ。本当はイジリ君と同じぐらい終わってなんだけど。ああ、こういう言葉があるんだとかね。高いね。それからと、お兄ちゃんね、金子県にいてんだよ。その。お兄ちゃん金子県にいてんの？ってさ、その子はちょっとさ、ちょっとぽっちゃりしててさ、すごいこうパーマみたいなかかってたの長いの、うんうん、そしたらイジリ君は君あれだね、ちょっと調子のいいバッハって感じだよ、ね、うまいうまいのでバッハをさ、バッハじゃないとか言って兄弟はって言ったら、はい、お兄ちゃんいるの、お兄ちゃんね金子県に出てね、ちょっとねちょづいてるのって、ちょづいてるって何、なんか腸がこうえずい、腸が調子づいてる、そうなんだよ、腸がえずい、それ分かったな、腸がえずいてるのかって言ったら違うって、ちょづいてる、ちょづいてる、息になってるってこと、そう写真になっちゃった、面白いことはいろいろ教わった、高いちょづいてる、終わっ、終わっつ、ああ面白いでしょ、じゃあこの番組聞いたら超終わっつ、そうそう超終わっつよ、ああなるほど、そういうのいい勉強になりましたよ、ねえ、うん、で森次の日電話したら覚えてませんでした、すいませんでした森くん、僕は君が好きだベストアルバムキロロの歌より好きよキロロ、さあこの後はお待たせしました、あの高田純次さんが登場します、高田金でわー、赤レンジャー、青レンジャー、キレンジャー、緑レンジャー、モンボレンジャー、5人揃ってモンマリレンジャー、この5人は純然たる琵琶男なのであるお待たせしました、今夜のスペシャルゲストはミスター高田純次さん、どうもこんばんは、そしておはようございます、どうも、素晴らしいですね、今日も黒ずくめですね、一応ねどこでもね潜れるでしょ、黒いとなんで潜んなきゃいけないよろしくお願いします、前回から大好評で、そうですよ、あそうなの、あらら、もう毎週だって僕ら出てほしいぐらいなんですけどね、そうですよ、でもこの番組相当ついてるんですよ、1年とか2年とか20年、本当にすごいよね、継続とは力ないなんてね、だけど島崎藤村とかなんか一緒だねこの間、純次さんの人生経典という本が出まして、あれ面白かった、あいや会おうと思った矢先に送っていただいて、何だもったいなくしちゃったね、買ってもらえばよかったねいやもうね本当にねすごい本ですよ、今大好評でね、あの重版できるかできないかこの番組にかかってますね、よろしくお願いします、とにかくこれを読んでください、ちょっと今悩んでる人これを読んだらね、悩みこそがバカバカしくなります、そう、すごいですね、小田さんこれどのくらいでこう答えたんですか、これはねと最初はねテレビA ライフだったっけ、なんかそういうのところから好評だったから、そのまま続けちゃうってことで、11日間ぐらいいろいろこれ受け答えになるじゃない、今まで事務所でね、もうほら何もほらカメラも何も入ってないから、もう相手がいて言いたい放題だから、それは良かったんだけどね、疲れちゃって疲れちゃって、あらで写真も自分の好きな場所撮りに行くのよ、2日間でブワーッと車でブワーッと回って、もうそれも大変だったってそれだけ言いたいんだけどこの最初にね、おっぱいには希望が入ってる、いいですよね、素晴らしい、美しいね、美しいことですよね、でも人間は希望を吸ってどんどん大きくなる、なるほど、ただあのおっぱいを要するに揉んじゃいけないと、希望が欲望に変わってしまう、いやかいいなと、ここで言った時名言だなと思ってね、いやーね、僕はね、なんか高田さんをね見るとね、初めて行った場所でバイトで、面白い先輩いたりするじゃない、怖い人もいる、そういう先輩って感じね、永遠の、あそれはあの僕は喜んでいいんですか、上司の前で、はい分かりました、じゃあ小田君行こうかって言って2人になると大丈夫だから大丈夫だからこの簡単な仕事だからさ大丈夫だよって言ってくる人いるじゃない、なんかね、いいんですか、もう昼飯いいんですか、食べないと死んじゃうよ、食べよういやだから俺も最初はね、あのこういうことになっちゃったけど、東京乾電池って劇団にいたじゃない、ほんで江本やベンガルを使って営業やって、そしてあいつらでも儲けようと思ってたのよ、ほんでその人が仕事が来ちゃったからやるようになったけど、本当はね営業とかそういうのやりたかったの、まあ今あいつらみんな死んじゃったからもうしょうがないけど死んでない死んでない死んでない、自分は営業じゃないつもりだったんですか、いやだからそう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 、
ほんで、江本とベンガネ売れてたから、うん、あ、こいつら使ってやればちょっと金になるなと、思ってるうちにちょこ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 仕事が入ってきたんで、あ、じゃあ少しやってみるかなっていう風な感じで、ダラ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 なくなっちゃった。じゃあ割と最初は裏でプロデュースをしようと。プロデュースっていうか、まあ気持ち的にはね、はいはい、でも年齢も俺が江本より何ヶ月か上だから、うん、あ、そうなったらいいなと思って、うん、まあそいつら当時は面白かったから、うん、まあ、今どうか分かんない、会ってないからね、まあ、これは少しは金になるなと思ったから。あ、そうですか。あ、なるほどね。全然分からないもんだ。ね、え、そうじゃ、最初にこう高田さんに目をつけて仕事をポーッとくれた人は、うん、素晴らしい人だね。そうです、ね、今だからこの本にまで来たんですからね。あ、先見の明があるって言葉でいいんでしょうか。そうですね。すごい運命の人にどうやったら出会ったらいいかって、高田さんの答え知ってる、僕は女房には女房が運命の人だと、僕は彼女に会うために生まれてきたのが運命なんだ、女の子がしびれるようなこと書いて、だってその日ニットでノーブラだったからね。そりゃいかんよね。それだったら俺だってふんどし一丁で行ったのに。あれやられちゃった。あれは反則、もう90ぐらいあったから。あら、ニットのワンピースでノーラはいけないよ。でもクラクラしちゃった。もうクラクラしちゃったから、まあ下は入ってたんだけど。あら、そりゃそうですよ、ね。それはもう、ね、あ、それはもう奥様は高田さんをもう捕まえようと思ったの。そう、捕まえようと思って。これはもう、まあどうなんだろうね。そんな感じ。今思い出してるような顔してます。今日またいろいろね、皆さんにお話を聞きたいと思いますけども、質問が来てるのかな。うん、杉並区の栗原貴文君です。こんにちは。2月16日に川出書房から高田純次人生経典なる書が発売されたのはご存知かと思います。今ご紹介しましたね、はい、2ページ目には祝第32回暮らしの潤いコンテスト金賞受賞と書かれてあります。ありました。テーマごと全6章で構成されており、章の最初にはブリーフ姿の高田氏の写真が載っています。載ってますよ。エッセイコラムあり盛りだくさんの内容なので、高田フリークの私は来月のバイト代で買おうかと思案しています。呼吸ってことですか。あ、ふざけたやつだね。これ買った方がいいです。この第32回暮らしの潤いコンテスト金賞受賞っていうのは、はい、これどういうことなんですか。あ、これはね、うちの事務所内でやってるんですよ。でも僕が金賞と、マネージャーが確かに銀賞取ったんじゃないか。そうですか。いや、嘘じゃないですね。嘘じゃない。嘘じゃない。そういう暮らしの潤いコンテストやったわけだから。金賞なんだ。金賞なんだから。嘘じゃない。どういう理由で金賞になったんですか。なんだかね、長く生きてるからってこと。生きるってことは一つの賞に値するから、ね、あ、それはそうですよ。あの、生きるって壮絶ですよね。その前まで取ってる賞は俺象印賞しか取ってなかった。あれ、俺次にこれの金賞だからね。あ、象印賞取れなかった。あ、すごいですね。なるほどね。大変なもんだけど、いいですね。さあ、こちらは竹内信人君。高田さん、小崎にようこそ。はい、いろいろ探し回ってやっと今日人生経典を書くことができました。ものすごく面白いですね。家に帰るまで我慢できず帰りの電車で読んでいて、あまりの高田節の凄さに大声で笑ってしまいました。P18 と28度。なんでその人が小崎にようこそなんて言ってんの。だってこの関係ないでしょ。きっとリスナー、リスナーの人が、ここにいる人が言うならいいけどね。P18、 これはもう自分の不細工顔に耐えられない、整形手術をしてもいいですよねっていう25歳の OL の人に対して、何のために整形という2文字があるのよ、整える形と書くんだよ整形は、ただ美人にしてくれって言うと大体同じ顔になっちゃうんだよな、だから思い切って目なんて顔の半分ぐらい大きくしちゃえば中途半端じゃダメだもん。それか反対にごまくらいに目小さくしたらどう。逆に目立つかもよ。君変わってるねとか言われて、実は僕も整形して20歳ぐらい若く、20歳ぐらい若くしようと思ってんだよね。どうしても重力で皮膚が下に落ちてきちゃうから、ガッと開けて毛穴も全部パテで埋めてさ、もう仮面のようにするか。それか俺いい男すぎるから、昔の指導上司のようにほっぺなんか入れてほっぺ大きくしたりね。でもお姉ちゃんにほっぺなんか大きくするに下の方を大きくしてって言われちゃうかもな。バカだっていうところ。それと素晴らしいやね、その実践した写真を見て。いや、それが要するに実践しましたって方から来たのよ、その写真のあれが。ありがとうございましたと。ね、ああ、ね、これ回答して喜んだ人の返事も来てるんですよ。返事も来たよ。で、これを見て彼は、あの、いたたまれなくなって笑いすぎて、関係ないけど降りてしまいました。これから駅のベンチで最後まで読んでから帰ります。
失礼しました。いい人だね。周り見られちゃって笑っちゃって。いい人だね。すごいいい人だ。我慢できないんだよね。これ俺、俺も電車で読んでたらね、俺辛いよ。ちょっと降りちゃうな。俺も笑っちゃうな。お二方にそうに言われるとね、何よりのご褒美だね。そうっすか。いや本当に大好きですもん僕。いやありがとうございます。田田さんね、ゴルフ行った時に田田さんがさ、なんでそんな次から次へとそんな言葉出てくるんですか。さ、なんて答えたか分かって。いや俺はもうね、今日生きるのがやっとで、いつ前のこと忘れてたね。覚えてません。いきなり真顔になって勉強だよ勉強。いろんな 本読んだんだよ。亀辞典とか、亀辞典とかな。夜は何見るんですか。夜寝るときも見るんですか。夜寝る前はな、あの女房の肌見るんです。あの湿度見るんだよ。乾いてるときなんか大変だよ。もう大変だよ最近ね、母ちゃんがね、黒いしたの、この間来てたからさ、これやばいと思って寝たふりしちゃったんだよ。そんなグラマーな奥さんなのに。ハムラジオエルスール君です、武士の皆さん、そして最近酔っ払って帰宅し、玄関開けようとしてそのまま玄関先で寝てしまった高田さん、こんばんは。あれよく知ってんだよ。なんで。いやこのリスナー怖いですよ。この番組のリスナーは本当にみんなびっくりすること知ってるんですよ。玄関先で寝てしまったゲストの、あの5時ぐらいに帰ってたのよ、朝の。でちょっとね、まあその時ちょっと家、まあちょっとごめんなさいね、なんか自慢するようだけど、家の前までタクシーで帰ってきたのよ。いやいや、そういうのさすがだな。言うの嫌なんだけど。さすがだな。タクシーに行ってたね。降りた途端にちょっと気持ち悪くなったのよ、俺が家の前で。気持ち悪くなって、まあ、とりあえず座っとこうと思ってちょっと手伸ばせば家のベルなんだけど、ちょっと時間がほら5時とかなんかだから、やばいかなと思ってるうちに寝ちゃったのよ、ほら家の前で、30分か40分くらい、ただそんだけの話なんだよ。ああいう時不思議にそのまま2時間とか寝ないんだよね。どういうわけ、ちゃんと人間どこにどっか、やっぱちょっと寒かった。明け方寒いか、寒かった。まだね、まだ寒かった。夏だったとぐっすり行っちゃうかもしれない。いいですね、エルスル君、最初の産業でこんだけ引っ張りました。いいですよ。こんばんは。さて、高田さんが生きてるなと実感するのはどんな時ですか。次の順次から選んでくださいと。アンジェリーナ・ジョリーなんですけどね。なるほど。自宅の2坪ぐらいある庭を見ながら、ふとそこに春の息吹を感じる。いいね。ジェリーナ、自宅のトイレで便器の蓋を裏についた汚れを濡れたティッシュできれいに拭いてるとき。いいね。自宅の床暖房の床の上に寝転んでいて、ゴミがついてるのを見つけると、そこを濡れたティッシュできれいに拭いてるとき。おしゃれだね。どれが一番こう生きてると思いますか。僕はね、庭か便器の蓋か。朝目が覚めたとき、あ、また生きてるな。あ、その3つだけやるのな。あ、ごめんごめん。なんだって。自宅の2つぐらいの庭を見て春の息吹を感じた時は、便器の蓋の裏についた汚れを取る濡れたティッシュを拭く、床暖房の床を汚れた濡れたティッシュ、便器の裏にね、ちょっとやっぱね、なかなかちょっと黄色いの取れないんだね。ほんでこっちね、あのティッシュをあのこっちのアホで濡らして、ちょっと拭いて、それが取れた時はね、なんとなく生きてるなとは感じる。その時はなかなかね、女房はそういうところまでいかないのよ、表の方はちょっと拭くでしょ、あの裏側ね、裏がこう上げた時に裏側ついたあの黄色いのはね、 あれ取ってる時は、ね、悲しいけどね、悲しいってことは生きてるってことだから、ごめんなさい。こんな真面目な答えがいいのかな。いいですね。喜怒哀楽のうちの愛か。そう。それがあるときはやっぱ生きてるときだから。悲しいなとは思う。いいですね。ちょっと悲しいなとは思うけど。残念でした。そうじゃないんですよ。答えが。正解は書いてある。勝手に。朝の10時から競馬場へ行って、日がない一日レースを観戦してるとき。ああ、それは正解だと思う。レースも好きなんですか。最近言ったら、最近はね、打ち込むようになったから。あれが当たって家の中でガン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 モバイルで、昔はだからほら玉川学園ってことで、玉川学園から意外とね、府中競馬場が近かったから、だからちょこちょこ行って、ほんと3階の端の方に行って、あの、まあ、ちょこちょこほら消してやって、で一番端でやって、昼になると肉うどん食いながら、またさ、あの帽子とサングラスかけてちょこちょこやってたんだけど、今これになったから、打ち込みできるから。そうですよね。だから月に大体100レースぐらい、年間1000レースぐらいやって。好きですな。好きだから、もうね、あ、もう20分か30分でどんどん次のレースが来ちゃうじゃない、土曜日日曜日、もう家の中駆けずり待って、テレビ見て、またこれから打ち込んでとか、いろんなことやってるから、土曜日曜忙しくてしょうがない。
休みの方が忙しいってやつね。そうですか。さあ、あ、三上俊弘君、ね、三上君ですよ。いつもあのくれる。ああ、はい、高田さんに質問です。高田さんがさすがに、うん、その高田さん、さすがに高田さんが、うん、これっていい加減だなと気づいたのはどんなことでしょう、うん、1宝石デザイナー時代、うん、飲み屋でベンガルさんにばったり会い、うん、同じテーブルで舞台を熱く語るベンガルさんと比べ、うん、自分はお姉ちゃんを酔いつぶしやっつけたことしか頭になかった時、うん、2昔よく使っていた名フレーズ天は人の上に人を乗せて人を作るは、うん、トイレに書いてあった落書きからいただいたこと、はい、3渡辺満里奈さんが台湾の本を出した時、うん、いろんなテレビでこれでもかと宣伝するのを見て、うん、ここまでやるとしつこいなと引いていたが、うん、いざ自分が本を出すなんなると知り合いの番組すべてに出たほしい、はい、本を宣伝していることせどうでしょうか、渡辺満里奈のしつこいなと思った時ですね。正解どうですか。あ、正解あるんですよ、舘ひろしさん役で、うん、ひょうきんベスト10に出た時、あ、泣かないでの歌詞、冷めてしまったチャイニーズティー、お前の好きだったチャイニーズティーを、冷めてしまった中国茶、お前の好きだった中国茶とそのまま歌っていて、僕は早速懺悔のコーナーに書き送ったら、ハガキが届く前に高田さんは番組から出なくなってきました。この人よくいろいろチェックしてる。やっぱ視聴者、聴取者、聴取者ってなんつうの、聴取者、聴取者ですね。怖いね、ラジオはもうすごいですね、恐ろしいね、驚いた僕は、今それしか言えないね。バイク好きで有名な高田さんですが、バイクの思い出で印象深いのはどんなことですか。1テレビの企画でアメリカのルート66をハーレーダビッドソンで横断したこと、おしゃれだね。2結構な値段のカスタムバイクゼロをポケットマネーでポーンと買ってスターらしさを見せたこと、3バイクレースの監督をやった時、アクシデントに遭いレースを続けるか判断を迫られた高田監督、メカニックに危険ですやめましょうって言われ、そうだねやめようね、興奮したレーサーにまだ走れますよって言われると、うんそうだねまだ走るね、全く決断力がなく俺は監督に向いてないと己の限界を知ったこと。しかし恐ろしいね。どれとってももう、もう血抜けまで抜かれちゃうような問題ばかり。やっぱ最初だね、あれずっと66をバイクで、ハーレーで、かっこいいね、かっこいい。でも今ね、ルート66ってほとんどもうなくなっちゃったの、みんなね途切れ途切れになっちゃってね、そうなん、高速道路ができたりとか、昔のあれはねオールドなんとかってもうなくなっちゃった。もうないんですか、うん、シカゴから最初出てんだけど、もうほとんどなくなっちゃったんで、まあ、高速道路通ったりしていくんだけど、まあ、全部が全部走ったわけじゃないからね、あの人布施宏さんは一応まあ4500キロ走った。ほう、あのシカゴからサンフランシスコ、あれどこまで続いてんだ、これはその時は知ってたんだけど今忘れてたんだけど。もう歌にもなってる道ですもんね。俺はだって600キロぐらいしか走んなかった。でもやっぱすごい、ずっと走ったんだけど、もうすごいね。あ、そんなこと話していいの。どうぞどうぞ。あ、途中でね雨が降ってきてスタッフとね離れ離れになっちゃった、あら、で僕と布施さんが、じゃあとりあえずってスタッフが他の人呼びに行くから1台があの他の道行って、じゃあ僕と布施さんがその家のところに行って休んでてくれと、いきなりそのうちに行ったらさ、子供たち、親父もおふくろもいなくて、子供たちも出てこないのよ、そんでいろんなところ電話してなんかね、あれ下手したらうちら撃たれてたよ。あ、そうか、親父さんがいたら変なの2人が入ってきて、いきなり納屋にほら雨降ってるけど、バイクで来ちゃったから僕と布施さんが、あれね、後で言う、あの話したら、とんでもないことしたんだって。向こうはねほらルート66でも向こう田舎じゃない、みんな、そういうとこでいきなりわけのわかんないやつがバイクで入ってきて、納屋になんかいたら、本当に親父がいたら撃たれてたって。あ、それでもしょうがないと、撃たれても負けちゃうでしょ。まあ、負けちゃう負けちゃう、ちょうどその時は子供お子さん2人しかいなくて、お父さんとお母さんがなんか近くに買い物に出かけてた。でお子さんでもうちから電話してる、電話してるの、いろいろ人が来たっつって、ほんでなんか結局隣のおばさんが来て、まあちょっと事なきを、そのうちスタッフも来たから事なきを得たっていうことだったですね。説明してうちらは分かんないもんだから、雨の中で慌ててそうだ、納屋があるからってこと。やっぱね日本だと意外とそういうことないけど、アメリカあたりだとやたら知らないのが来てね、わかんないですよ。犯罪が多いからね。日本よりも凶悪犯罪が多いんで。いやでもよかった、それはね。でもそれ正解違うんですね。違うんだね。バイク少年だった頃、人が訪ねてきたので、どっかの女子高生が俺のバイクの後ろに乗りたいって来たのかなと浮かれていると、3億円事件の捜査をしている刑事2人で、事件のあった日君はどこにいたんだと、ねほりはほり聞かれ、泣きそうになったこと。それが正解なの。なんで今まで一生懸命喋った甲斐がなかった。あの頃はもう全部行きましたもんね。だからね、
昭和43年です、でももう僕は二十歳になってたから、ただほらあの頃はなかなかね、分かんなくて、で平塚八兵衛さんも後からいろいろ参加したんだけど、で結局ローラー作戦で全部そのバイクの免許持ってる人とかなんか、あの府中に関係ある人は全部まあ調べたらしい。で僕はちょうどいなかったから、家に二人で刑事来たらしいんだけど、だから結局あの写真も最初のほら警察官の写真も、あれも死んだ人の写真を使ってんだよね、もうすでに、その時のなんかまあちょっと似てるとかどうのこうの、ほんで最終的にバーッと来たんだけど、もう俺は別にやってないから、ビビったりはしなかったよ。強く言ったんですけど。さあしかしまだまだお話聞きましょう。一旦 CM です。ふざきんで、わお。それじゃあ田崎さん行きますよ。釜、お湯、温泉、風呂、あかね、飛行機、タランチュラ、クモ、つける、外す、佐藤圭、ブロさあ今夜は高田純二さんをゲストに迎えてお送りしてます。いろんな質問答えていただいてます。よろしくお願いします。人生経典高田純二、ありがとうございます。発売中、はい。暮らしの潤いコンテスト金賞受賞です。はい、ちゃんと表にも書いて、表紙にも書いてある。ありがとうございます。帯の下に書いてある。そーっと書いてある。藤井菊一郎くん、あ、新潟県の神原くん、いろんな過去をお持ちの方々こんばんは。こんばんは。この前の日曜日、日テレのおしゃれ関係に我らがいい加減男こと高田純二さんがゲスト出演されていたので報告したいと思います。ありがとうございます。まずスタジオに入ってくるなり高田さんは、周りのじゃん一段と可愛くなって、古澤さんも素敵ですね、もうごめんなさいいい男でと、のっけから気持ちのこもっていない挨拶すぐさまスタジオが高田純二ワールドになりました。そしてトークになり、古澤さんの本音上陸が分からなくなったりしませんかという問いに対し、いや普段嘘ばっかりついてますからね、分からなくなる時ありますよ。でも家に帰れば女性がいるのは妻だってことは分かりますけど、ね、高田節炸裂。そんなこと言ったっけ。また山口美恵さんによる VTR コメントで、昔自分が唇につけていたバー油という油があって、それと同じものを高田純二さんは自分のイボジに二度塗りしていたと聞かされたのが今でもトラウマになっているとのことです。少しは反省の色を見せるのかと思いきや、高田さんの VTR 明けの第一声が、なんか彼女最近顔がむき卵みたいと全く反省していない様子でした。今回一番見どころだったのが、客席の女性からの悩みを高田さんが解決するというスタジオ人生相談。これもまたかなりいい加減なアドバイスで、実家に帰ってこいとうるさい両親を何とかして説得したいという悩みに対し、高田さんは、あの実家に自分は死んだっていう知らせを送ればいいんじゃないか。本人だとバレちゃうから友達に送ってもらってさと、 あまりにいい加減な回答に思わず僕もテレビの前でひでーと連呼してしまいました。ぜひ今度は小崎のお悩み相談のコーナーに純二さんを呼んでほしいです。それではゲベロちょっとひどい。いやだね、来たなとね、事務所にこのバー油のメーカーさんからね、送ってきたのよ。シャンプーとリンスと、それからなんかこうクリームみたいな、ぜひ使ってくれ、なんかいいらしいよ。あっさり。ひでーひでー。何に驚いたな。面白い。北海道石狩市、千葉直君、小坂さん、関根さん、そして平成の無責任男こと高田さん、こんばんは。今日は高田さんがスタジオに来るということで、どんな発言なのか楽しみにしていますと、さて高田さんといえば、深夜の番組でなりふり構わずエッチな発言をしていますが、私は高田さんが司会を務めていたエッチな深夜番組を知っているんです。なんだろう。それは1984年頃、20年前、もうほとんどですね、約ね、北海道テレビで隔週土曜日の深夜に放送されたハデーズナイトという番組です。この番組は居酒屋ホール風のセットのスタジオに一般のお客さんを入れて、お酒を飲みながら公開録画を行うスタイルの番組で、そう高田さんは番組の司会していました。そう、内容はポルノ女優を迎えての映画紹介やポルノ女優っていうのが今懐かしいですね。ポルノ女優を迎えての映画で番組で、ちょっとエッチな寸劇など当時思春期の初めだった僕を興奮させてくれました。そして一番驚いた企画は、スタジオに来たお女性たちにじゃんけんしてもらい、抽選で当たった一人の女性に30秒間スカートをめくるとハワイ旅行が当たるという週刊エボンパンツというコーナーバカじゃないカメラで素人の女性の下着が大写しになるなんて今では絶対できない企画だと思います。あ
の時の高田さんの説得ぶりはまるで男性のための神様に見えました。その後に始まった元気が出るテレビとは違って本能だけで動く高田さんは今も忘れられません。高田さん覚えてますか。いや、ハーデーズナイトってね、北海道テレビでね、スタッフがバンドをやりたいっていうことで、そのバンドのなんてステージみたいなイメージでっていう、ライブショーみたいな、ライブショーみたいな、ほんでやってたのよ、で僕とそれから小村ひろちゃんっていたのよ今ほら、さっき言った伏瀬ひろさんの奥さんになって、それからね、あの歌でちょっと頭が薄いほら、あれなしたっけな、ガンガンギター弾いてあいつ、違うさん、違うじゃなくて、もう一人が、なんていうの、荒々しい、荒々しい、うん、男で出てこないな、高中正義、違う、違う、もう少し、長渕、長渕ちゃん、もう少しまだ知ってる、あ、泉谷しげるだよ、泉谷しげるとかで、レギュラーが、あと伊豆塚津監督だ、監督なんかも随分すごいメンバー、そうそう、でパワーズなんて、あの2人組いたんだよ、あパワーズ、いました、そのメンバーでいろいろやってたのよ、ほんですごいのが、あのテルテルホテルでカナダムホテルってコーナーがあっていきなりラブホテルにさ、なんかフロントと話ついてたのかな、ラブホテルのフロントかけてどっかの部屋に繋いでくれって、要するにカップルで入ってる、そこにいきなり電話かけんの、もう終わりましたかなんつって、いきなりそういう、コーナーがあったりとか、面白い、すごいあれだった、テルテルホテルで体もホテルって、いいねいいね、夜中12時からだったもん、1時間とか、ね、多分今29歳って書いてありますか、千葉君、この頃はほら10代ですよ、そうです、ああそうそうそう、したんですよきっと、いや北海道まで行ってね、で泊まって美味しいもの食ってどんちゃんどんちゃんで女の子の手握りいいので帰ってくるんだよ、あその次の日、あいやいい、楽しい番組だった、いろいろね、ちょこちょこってで泉谷さんなんかももう大喜びで言ってるんですね、井筒監督まだまだ若い時で、そうですよね、すごく、だから本当に、あ待って、井筒監督じゃなかったかな、あ、井筒だな、あ若いんだよね、あの人まだね、まだ若いですよ、今49、そうそうそう、若いんだよね、そうそう、ちょっと若いんです、だから意外とね、80年代ってこういう番組、そういっぱいあったよね、あった、うん、嬉しい番組がね、あの大阪でさ、ショークリメーってさ、ショークリメー、あの、なんだっけな、あのマザーロードの、なんだ、いつにはしんやろ、仕事人、え仕事人、仕事人、必勝も、中村モンド、藤田誠さんが司会だった、それで、女の子がステージの上でミニスカートでダンスしてるんですよ、でどの子が今日はめくれるかなって誰かがこう検証みたいなのかけて、であのバーッと赤だと、赤の子、赤の子がずーっとうわーっとハガキ選ぶのボックスで赤を当てた人になったらパンティの色で、そうです、ショークリメーって、あ、それもおかしいね、めくり賞の、あそういうのいっぱいあったよね、ショークリメーっての俺見て興奮してたな、やっぱりまた北海道だ、クリメーとめくり賞、札幌も渡辺裕介君、2枚目俳優の皆様、そして最強のエロリストこと、高田純次さん、こんばんは、あこんばんは、質問します、答えてください、適当に、質問1、高田さんが今までで一番びっくりしたことは何ですか、次の3つから選んでください、1、クイズ世界は商売商売で馬場さんが早押しボタンを思いっきり押してお早押し台を壊したことよく見てるね、2、元気が出るテレビの中で清川虹子さんの宝石を自分の口の中に入れたら虹子に両手でビンタされ早く宝石を飲み込みそうになったこと見た見たよく見てるこれなかなかいい宝石ですよ、よく見てるね、武将髭を生やしてたらドラマのオファーが来ると思って武将髭をしばらく生やしていたが全くオファーが来なかったこと先役作りしちゃった時ね先役作りしちゃったそれに合わせて役作るかと思ったら全然来なかった時役作りは先するもんじゃないね先走っちゃった先走っちゃった一番びっくりしたのどうですかやっぱりいや馬場さんはびっくりしたね本当に怖いじゃん、うん、あのなんかその早押しみたいな早押しのあるのよだからやっぱねちょっとドンと力入れてやっちゃったらバカって言っちゃったからいや馬場さんは面白い人でねでゴルフすごい好きなのね、でもうしょっちゅうなんか、まあ、あるゴルフショップで会ったけど、馬場さん CM なんかすごい長いやつなのああ置いてありますねほんでもう相当ゴルフのあれにお金かかるもうすごいですよ何セットも買う年間で、ね、すごくね新しいの出るために買うんだいいお得意さんみたいそうですよもうあのもう今はなんか今はね今はもうそういうあれだけどねはい、はい、残念ですよ答え違います、あそう、元気が出るテレビで人気者だったエンペラー吉田さんがごまにしてる時口の中から入れ歯が出てきたこと
とね。はい、私はもう、あれはだ、最初見た時はびっくりした、本当に。本当ないと、本当におじいちゃんが体の中に入っちゃうみたいな感じで。ドーンって。だから最初は、最初はあのね、あの、福島、いわき市、あ、違う、あの、時屋町が福島県かなんかだったのね。会津若松、そう。で、最初はね、そこのね、市長さんが、カブトムシ市長かなんかで、面白い市長さんがいるって話し方も。それで行ったの、ほら、テリー伊藤さんの、ほんで行って、会合で、20人ぐらいおじいちゃんたちが集まったの。そのうち、その、あの、吉田さんも81か2の時かな。あの、その人も参加してた。ほんで、お茶飲む時に、ね、あの、まあ、普通の小さな普通のお茶碗があるじゃん。お茶飲む時全部、あの、ほら、ちょっと手が触れるから、あの、お年を召してるから、お茶全部こぼしながら飲んでるの。ほんと一滴か二滴やっと飲むね。それで、テリー伊藤が、あのじいさん面白いから、あのじいさんをメインに持ってこれないかって、うん、ところがほら、81歳で高齢だし、うん、それどうかな、うん、最初ほら、市長さんかなんかで言ったんだけど、ほんと話したら、大丈夫じゃないですかって言った途端に、その人をメインに持ってったら、もともとほら、軍人さんだから、うん、しっかりしちゃって。ね、なんだっけな、偉くなくとも正しく生きるなんてそういう標語を言い始めて、チーチーパッパチーパッパってわけわからない。傑作だったのはエンペラーさんと、うん、あの波越さん乗せてジェットコースター乗せたでしょ。ひどい企画。あれうちで見てて女房が死んだらどうするの。本当だよな。ねえねえ、あれだから波越さんのマネージャーさんの女の人に、あの先生もああ見えて元気そうですけどかなり来てますからよ。よろしくお願いします。あれ危ない企画ですよ。ショックで。ほんでハワイ行くとほらなんかバナナボートってのほら船にな引っ張ってわざと転ばしたり、そうそうバシャンって、ね、あれやっぱほらカーブでみんな飛んじゃうのよ。うわーっと、その時が一番大変だった。あれ流したかな。ほらもう水の上だから、ええ、まさかほらみんなわきあげるとエンペラーやつだと、ナミコスさんでもってまっすぐ乗ってていきなり回ろうと思ったら転ばすたびに回るじゃない、そのお人が飛んでちゃってさ、海の中でなかなか浮いてこないのよ、おーっと二人とも泳げないか。あ、泳げない、泳げないんだよ。でもつけてるんでしょ。あれはね、なんか、なんか、つけたかもわかんない。もうでもね、ええ、とにかくもう、出てこない。出てこないんで、わかんないんだよ。泡食っても、4人でも探しに行った。ほんとだ、それは。見てきた。大丈夫だった。大丈夫だった。まあ、大丈夫だったか、その後も撮ったんだけど。すごいよね。元気が出るテレビはすごいよ。あれはね、原点だよね。涙だって笑っちゃった。でも僕も不思議だね、人間。危ない。寄生者に乗せたことあったでしょ。ああ、そうそう、あった。地震のね。あの時は、うわーって、うちの、みんな、これ死んだらどうするんだって。あと、ギリギリだぜって。バンクは波越さんの唇を奪えとか言った。あ、なんか、寝てる隙に唇を消しそう。ひどい気がした。うーんって気づいたら、なーい。波越さんも怖くて。いやだからあれは演者たちがどうのこうのというよりもスタッフと企画する人はすごいよ。ああ。だからその作家の人も随分いたし、だから企画してそれスタッフもそういうのをやって、それがすごい。だからうちらはある程度出来上がったものをなぞるみたいなもんじゃない。でも高田さん、あれを高田さんがやらないと。でも高田さんね、前振りだけで随分笑いましたもん。本ちゃん行く前の。そうですだからね。あと的場浩司君もさ、ずっと、ね、加藤ちゃんか君。的場君がまだ仕事で、だ加藤ちゃんじゃねえって言ってるだろって言ってんのに、あ、ごめんごめん。それでさ、加藤君さ、加藤じゃねえって言ってんのに、しつこいんだよ。あとあのパンチパーマ軍団の会長の新婚旅行なのにずっと失礼いたしあったね。ずっともう寝させないの。あとデブッチョのお風呂入ってケツのあの割れ目を指でビュッと開くのに、そうそうさ、やめてくださいってわけ。まだ中小学校から発覚してごめんねごめんね、ちょっとママもそんなことしないからってまたビュッてやる。まだ小学生だから、もう引いてやめてください、座ってくださいっていうの。ほんで前に回っておちんちも向いちゃうと思ったんだけど、酒さんそれだけはやめてくれって。いろいろあったけどね。面白かった高田さんのリポートは。いやでもね、的間君も、どこだっけな、埼玉の方の有名な運送屋さんの息子さんなのよね。あ、社長さんの息子さん。ほんでもともと育ちはいいんですよね、俳優になりたいっていう、なりたいんだ、そういうイメージだ。あとXジャパン、あ、Xジャパンなんかもですね、あの
メジャーになる前に出てるね。高田さんも言ってたじゃん。早稲田のそうそうなんか定食屋で、うん、クエーなんてあの歌うのよ、お客さんに向かって。クエ、うん。でもそれなんかでね、TBS の、歌の久田さんの時かな。あのちょうど偶然あの司会させてもらった時に X ジャパンが来て、高田さんその時の元気の出るテレビの話は今日はなしにしてくださいって一応釘刺されたんですでも映像は出てましたからね、何回か。でもね、あ、急に来ましたよ。純二さんといえば先日発売された本の中で人生相談を受けていますね、うん、そこで私の悩みを聞いていただきたい。あ、今いきなりですけど。あ、そう、やだね羽鳥君の尻に、うん、槍が刺さって取れなくなりました。あ、どうしたらいいでしょうか。あ、槍逃げだね でもね、渡部君それでいいの。これからもいい加減なコメントで私たち笑わせてくださいって書いてある。あの僕ら番組でも言ったんですけど、一緒にゴルフ行かせてもらった時に、まずラビーって2人ちょっと気になってたじゃないですか、うん、後からテーブルついて、うん、もう関根さんが泣いてて、どうしたのとってひどいんだよって。そう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 、今日3人で回れるの早いねって、鹿間がいた、鹿間と俺と高田さんでいたら、小坂君も来ますよ。本当、小坂君ってあのタレントいやほら俺も分かる前じゃないタレントだってね、小坂って人が他にいるかも分かんない、聞いてないからね。ラビーが トイレと練習場行くっつって、うん、高田さんまで和食食べてたし、うん、僕も別に着いたわけだから、うん、ゆっくりしたら高田さんがね、覚えてるでしょ、この学校のちょっと動かないで動かないでね、こうテーブルがこうあるね、テーブルの見取り図書いて、ここに座ってる人知ってるって、あ、俳優のクライスさんですね、クライス伊沢さんですよ、ガードマンとかで、うん、あ、だから知ってんだ、かがわなきゃ挨拶しなくていいよねなんで僕はね、相手先輩だけど分かんない、変にね、挨拶してもなんで知らないのに挨拶するのかって言われてもね困るからさあとあの話してくださいよ、ジャフを読んだ話を関根さんにも、あの、えタイヤがバーストして、あ、バーストしてね、すごい、タイヤがバーストしてね、うん、ジャフ呼んだの、うん、そんだけの話なんだけどそれなんか10万円渡したら断られたんでしょ形で見せただけなのどあれほらジャフに入ってるとただなのよ、うん、ああそうです、会員は、会員は、うん、ほんで一生懸命ほら寒い中もうジャッキアップしてくれて、うん、まあね、うん大変だから、ええ、本当はただなんですね、本当はただ、じゃあ入ってるんだ、入ってるよ、だからでも個人的には渡さなきゃいけないからと思って、ええ、ポンと10万円渡したらさすがにいらないって言うから、うん、あ、そうっつって1万円にしただけなの、うん、そんだけの話なんだ。いやでもすごいね、うん、でもその時のコメントが違うんだよ、うん、今恥ずかしすぎそうに、ね、いやよかったよ常識のある人であれちょっと10万円どうもすいません取れたのどうしようそれしかなかったんだよ、10万円と2000円しかなかったんだよ、2000円じゃさすがにせこいからねいや危なかった、いやどうせ取らないと思ってたから絶対に一応はったりしとかないといけないね、有名人だ、あ面白いな、いやしかし私生活まで面白いな、奥さんも聞いてくれるんですか話とか。ほとんど聞かないね俺笑ったのがさ、もう娘がさ本名で読むとさ何言ってんだよね、ああ私の名前読まないでってもうそういう時期なのよ、娘が25と21だし、もうちょうどうちらだって、だってその時期はあまり親父とか話さないじゃない、そう、まあね、ああ、うん、だからもう娘なんかも親父とね、もうなんだかんだ話すのもそばに1メーター以内に寄ってくるのも嫌なのよ、ちょうどそういう時期だからね、そうですかね、ないよね、でまたもうちょっとしてね、結婚でもしてくるとまた変わってきますか、また変わるのかも分かんないけど ね、今はちょうどね、小学校ぐらいまでだったら俺だって風呂入る時なんかもほら、いいもの持ってるから風呂前で裸になってバン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 って横のほら桃に自分のぶつけるようなことしてそしたら娘喜んで、うわすごいすごいなんて喜んでたけどさ、もう今やるとかえってセクハラになるねそれは赤字すぎたらダメですよ、それはダメです、それはダメだと思います、バカだ、でも娘が父親訴えたら分かれないね、セクハラでね、外国だとあるんじゃない、そうです、あるかもしれない、アメリカ隊だとね、逮捕されますよね、裁判の国だからね、そうすごいね、高田さんパッと今さりげなく上着を脱いだら、黒だけのそのスウェットだと思ったら肩にラインなんか入ってる、これ見せたかったの黄色いラインが、おしゃれなんだよ、高田さんはね、ブラジンでメグちゃんと3人でいつもロケ行った時にとにかくね靴屋さんとメガネ屋さんは必ず入ってね、好きなんですね、いや買ってきますよね、いや靴だけはね
黒いスエード見るとね、どんな形なのか買いたくなっちゃう。ああ、好きなんですか。なんだろう、ちょっとこれがあるのかな。いや、僕もスエードの靴好きですよ。あ、そう、なんとなくね、黒が好きなのスエードですか、うん、ほんでメガネはあの劇団の時ほら恥ずかしいから何でもかんでもメガネかけてたんだよ、そういう名残があって、メガネかけるとなんかね、落ち着く、うん、人間が変わりそうな気がするの。ああ、いや、ごめんなさい、ずらしとつでもなんか書けないの恥ずかしいっていうのと一緒ですか。メガネかけるとなんかちょっとね、なんとか人前に出られそうなってことで一時はメガネ集めてたんだけど、今もなくなっちゃったんだけど、そんな感じでついついメガネを見てるっていうのはあるんですよ。そうですよ、この間お帰りなんて、うん、お帰りいいですね、あの、おがついてね、もう一回何ですって、この間何ですゴルフのお帰りなんて。あの、マフラーってほら、裏にこうタグがついてるじゃん、あのグランドのすぐ取れるようになって、それをねこう取ってるわけ、うん、こういうの取っちゃわないとね、もう高いのを着てるってバレちゃうからね。たまに身まで切っちゃうんだよね。目悪くなっちゃって、でもこの間身を切っちゃったんだ、あれショックなんで、次辛そうな顔してる、身まで切っちゃったんだ。でもやっぱこの間の最高のヒットはやっぱり小崎だからいいですよね。小崎でも言ったんだから、あの最近物忘れ激しくてさ、その勉強の直後ですよ、だからどうしてそんな言葉がどんどん出てくるんですか。勉強だよ勉強、毎日でもね、何でも読むの、で肌読むの後に、最近忘れっぽくてさ、何ですか、その女房のおっぱい揉んでて、何で揉んでんだろうって。思い出せないんだよ。やめるわけもいかないから、そうそう、揉み続けちゃった。これも笑いましたよ。ありがとうございます。そんなことあるんですか、本当に近いこと。やっぱだから何で乳首が立ってくるんだろうとか、いろいろ考えちゃう、やっぱね、ちょっと考えてくるとね、意外とそういうものあるよね。昔は無意識のうちにほらどっか揉まなきゃいけないとかあるんだけど、今だと長いこと生活してて、なんだほら何で揉むようになるんだか、いろいろ考えてきちゃうよね。でもだからそれはある種哲学ですよね。なぜだ、なぜもう考えるようになったんだね。若い時はもう意味もなくもうむしゃぶりついちゃったんですよ。あ、それはそうか。なぜむしゃぶりつくんだ。哲学者になろうとしてるんですよ。それはあるかもな。だからこれからだから人のほらコンサートに行くっての間違えて人のインサート行っちゃうとか。今思わず指さしちゃった。バカすぎるよ。誰のインサート行くんですか、そんなの。コンサートですよ、コンサートだから。そういう間違い違うとね、日本が大変だよね。大変です、日本語ではないですよ、コンサート。英語か。さあ皆さん、こんな高田さんといつもお話ししたいとみんな思うと思います、いつも高田さんがそばにいてほしい方は人生経典高田純次、こちらをお読みください。ありがとうございます。カバンに引っ掛ければいつでも純次さんはそこにいます。暮らしの潤いコンテスト金賞受賞、第32回の金賞受賞の本です。ちょっと落ち込んだ時に読むと、ね、元気になりますよ、ね、一家に一冊ということで、はい、そうですよ、いいじゃないでしょうか。もう100回したんですよ、横に工事園の横にね、工事園の横に軽く置いてるだけでもう人生がなんかあったかい感じになるかもしれない。そうなんですよ、人間が2つも3つもグレードアップ、はい、こんなことでよろしいじゃないですか。定価本体税別で952円で買えるんだよ。リーズナブルでしょ。そうですよ、ね、人生経典高田純次、綺麗な表紙です。ブルーに昔の修正画像みたいな表紙でございます、クリッと開いた純ちゃんのお目が可愛い。ありがとうございます、申し訳ない。ぜひ読んでいただきたい、ね、はいね、なんかこれもいいよね。ありがとうございます。小崎の4548、ね、ほら20周年記念の。そうなんですよ、すごいね。これやっぱお金払うんでしょ。すいません、すいません、どうもありがとうございます。時間来てしまいました、じゃあ純次さん、最後にあの聞いてる純次さんファン、小崎ファンにですね、うん、一言なんかあの純次さん格言みたいのをいただけないですか。あー、OK、いい加減で結構でございます。わかりました、はいはい、ということで私の格言はですね、またに一物手に荷物、こんなもんでよろしいでしょうか。高田純次さんでした、ありがとうございました。すいません、どうも。小崎純次、わお、あなたに届けたい感動の最新作、映画の予告編ってならないんだよな。男と女のロマンティックラブストーリー。なんだ恋愛映画か、やめろよその子。ドラッグ野郎抜走一番星、見ないで俺の過去。小崎コント劇場、作有川で、タイトル取材させてください。取材って受けたことある？ないな。なんで俺のところに一回も取材がないんだろう。今何つったの？なんで おでのところに取材が5年だって言ってんのよ。だってさ、何の取材するわけ君の。有川修一の
天才性について。え、有川修一は天才だって取材だよ。それはない。え、なんでない、なんで。だって君は天才じゃないもん。そんな、君は努力の人だからね。え、そうか。うん、君は努力の人、一生懸命の人。嬉しいね。待てよ、そうだ、イッチーだ。イッチーなら君の取材してくれるんじゃない。嫌だ。なんで。だって最初にギャラの話でしょ、印税とかさ。ああ、そうだったね。金の話は苦手でね。じゃあ諦めなさい。やだやだ、誰か取材に来て。ダメだこれ。ダメじゃないのはこっち。次から次へと大したものだ。女の人と書いて女人たちは、ところてんみたいにどん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 後から後からやってくるね。今週のプレイボーイ関東グラビアは全部衝撃、白石美穂、インフィニティ、彼女が伝えたいこと、なかなかええの。エロティックと知性がいい具合に混然としとよるの。腕のプクプク血管が魅力的ね。黒いドレスで寝ている姿は興奮ものですな。しかしちょっと待てよ、お嫁さんにしたいタレントに必ずと言っていいほど名前があるらしいが、上がるらしいが、上がるらしいが、お嫁さんにしたい人ほど実はお嫁さんに向かないパターンが多いってことをみんな分かってほしい。でも俺は簡単に騙されちゃったりしてペロリ。俺は仙台卒業してる、俺は仙台卒業してるぞ、俺はタレントしてるんだ、今タレントしてるんだ。また嫌な目見ちゃった。今本当に今なのかな、現実じゃないよな、ちょっとスケジュール確認してみようと。よかった、ちゃんとスケジュール買ってる。午後1時から週刊メガネ取材。いつまでこの取材入ったの。あれほど週刊メガネの取材は入れないでくれって言ったらな。お、まだ朝5時だよ、誰だよこんな時間に。勘弁してくれよ、家族寝てんだからさ。おはようございます、週刊メガネの関根です。ちょっとなんでこんな朝早くに。取材に参りました。取材って午後1時のはずでしょ。まあ確かに約束は午後1ですけども、私どもの業界約束は合ってないようなものでして。理由になってないでしょそんなの。実はその時間どうしても外せない用事が入ってしまったもの。何なの外せない用事って。花見です。何。花見、桜を見ながら飲んだり食ったりすることです。そんなこと分かってますよ。自分が花見したいからって勝手に仕事の時間ずらさないでくださいよ。花見の時間ずらしてもよかったんですけどね。そうするとほら、友達に迷惑かけるじゃないですか。俺には迷惑かけていいんですか。僕にはいいんですか。こんな立派な家に住んでるんですもん、一つぐらい泣いてもらわないと。関係ないよ。なんだよそれ。すぐ済みますんで取材させてくださいよ。わかりました。じゃあ玄関じゃなんだか入ってください。お邪魔します。みんな寝てますんでちょっと静かに。いやー、それにしても立派なお宅ですね。あ、ありがとうございます。いくらですか。言いたくないですよ。およそ3億。ちょっと何書いてんだよ。あ、気にしないでください。気になりますよ。そんなこと雑誌に書かないでくださいよ。かたくなに庶民派のイメージを守る小堺であった。やめろって。そんな書かれ方したら俺すごくいやらしい人間に思われるじゃないですか。大丈夫ですって。読む人が読めば小堺さんはそんな人じゃないってわかりますから。本当。なんで黙るんですか。それでは早速取材させていただきます。人の話聞いてないしな。その前に小堺さんの好きなギャラの件ですが、本当に嫌な言い方しますね、あなたって。お金の話はきっちりしておかないと、トラブルの元ですからね。少ねえじゃねえかと怒鳴り込まれても困りますし。そんなことで怒鳴り込んだりしませんよ。ということで今回のギャラは80円ってことで。夢見てんのかな、まだ俺。ちょっと待ってくださいよ。今80円って言ったんですか、はい、いくらなんでも80円ってことはないでしょ。下の根も乾かぬうちにギャラのトラブル。だからメモらないの、そういうのことは。分かりましたよ、80円でいいですよ。いいよ、さっさと取材してください。それでは取材させていただきます。おかげさまで週刊メガネも次の号で記念すべき創刊11ヶ月を迎えまして。あえて突っ込みたくないんですけど、それを記念いたしまして花粉症特集を組むことになりました。関係ないじゃないですか。とりあえず花粉症やっときゃ売れますね。ポリシーのかけらもないやろ。花粉症といえば小坂さんですから。いやいや、ちょっと待って。他にいるでしょう、花粉症で有名な人は。そうですか。僕の中では花粉症イコール小坂さんなんですけどね。そのイメージおかしいですよ。だってラジオの本番中急に鼻かむなんて花粉症以外何者でもないでしょ。それ、いや、それ言われちゃうとね、ごめんなさい、何も言い返せないんですけど、あれはね、本当に
なんでかな。ごく自然に噛んじゃったんですけどね。あれは花粉症だから言ったわけじゃないんですよ、ね、それから尋常じゃない服の買い方ね。これも花粉症が原因で。嘘でしょそんなこと。嘘じゃありませんよ。現に私だってね、花粉症のせいでこんな人間になっちゃったんだよ。本当はおとなしい人間だったのによ。絶対花粉症のせいじゃないです。だったらお前らのせいだよ。だよ急に。お前らが寄せたがってよ、俺をこんな風にしやがってよ。そのせいにそれなんだって。導きやがってよ。もし俺がこんな風にならなきゃよ、お前よ、爽やかな毒のないな。本当にあの息子にしたいタレントナンバーワンとかに選ばれたな。そういうのあげて息子にするとダメなんでしょ。後輩にしたいタレントナンバーワン、先輩にねしたいタレントナンバーワンと、爽やかな毒のないイメージでさ、 NHK がほっとかないな。まず朝ドラ主演だよな。それから料理番組だろ。それからあとあれだよ、フランス語会話講座の司会に抜擢だよ。以外ははるかちゃん知り合っちゃう。はるかちゃんが5回目ぐらいの収録の時、やっぱり立体的なお勉強って必要ですよね。やっぱりフランス料理食べながら勉強した方がいい。あ、じゃあ僕知り合いのね、いいところあるのよ、恵比寿と渋谷の間なんだけどね、行かないって、そこで行って、フレンチ食べながらね、これバジリコのソースなんだよ、バジリコとか言いながらね、私ちょっとフランス風の蜂蜜の入ったパイを焼いてみたんです。ちょっとうちに寄っていただけませんか。おお、いいよって。それで、そんな君が焼いたパイより君の本物のパイの方がいいんだよ。すみません、関根さん、もういいですか。はい、楽しかったです。小崎で、わーお。水野晴です。加藤豪です。私たちの戦えた尻の音色いかがでしたか。はい、僕か花粉症なんですけど、一日に 何度か咳が止まんなく、咳じゃくしゃみが止まんなくなるんですけど、花粉症だからね。3回目ぐらいからくしゃみ してて、3回目ぐらいからもう体力なくなってきて、ぐったりしながらくしゃみ続けて、もう本当にもう意味で CD 大作戦前半戦続かないんです。日野市の奥田義雄くん、奥義雄ピーコさんベスト3、3位くんづけてやる、そうね、ぶっ飛ばしてやるって言わないですね。そう、場の芸の人は。そう、殴ってやるって言わないんです。そう、2位あなたたち40になったんでしょ。そうなんです。もうそれ言われてから6年経ってしまいました、ね、とっくですね。1位、ついてる女ばーかじゃないの。ピーコさん、ついてる女だと。なるほど、確かに、はい、確かに。なになに、それ以上のことはピーコさんに聞いたことありますけども、あえて、コメント差し控えしてさせていただきます。そのことについて。桜市のペンネーム、ハルツー君。ハルツー、嫌な仮面ライダーの登場シーンベスト3、3位、出てくるの？いやだ、ただの覗きじゃないか。キスするとなっちゃうってこと？いや、登場してくる。あ、なるほどね。に、赤い手ぬぐいマフラーにして。いやだ。赤い手ぬぐいってよく考えたらありそうでないですよね。なかなかないですよ、手ぬぐい。やっぱ白だよね。特注じゃない、うん、嫌な仮面ライダーの登場シーン1位。いや遅い、藤岡さんだってもやりそうだね。うん、性格濃いから、うん、いやなかなか書かないですよ。真面目なんだよな藤岡さん。さあ、桜市のハルツー君。ハルツ、あ、これ僕が言います。竹尾菊池のお店の前を通りかかったムックンが思わずつぶやいた一言ベスト3。第3位、あれも欲しい、これも欲しい、もっと欲しい、もっともっと欲しい。ディスプレイがうまいんだよね。うまいんだよ、ね、プロなんだよ、うん、第2位、もっとよく見せて。そうそうそう、そうよく見て。あれちょっと、あれこれ記事が裏地どうなってる、うん、第1位、あー、おしっこしたくなっちゃった、でと言ってトイレを借りるふりをして店に入る。うまいね。あー、そういうこともしたことある、うん、確かにね。あんまり頻繁に行くから恥ずかしいから、こうこれあげましょう、まあ、バレバレなんですけどね。
お次でピーコさんのもあげましょう。あ、これ全部面白いあげましょうね。札幌の渡部祐介君。渡部 CD デビューした力士ベスト3。おお。3位松井山崎。マキさんの紹介であなたの隣に座ったの。もうザザッてたがいいね。何度聞いてもね。しかし小スケベな声だ。2位琴風関。やっと会えたね、あーよかった。琴風さんもいい声だね。ちょっと石原裕次郎さん、裕次郎さんがね。ちょっと裕次郎さん。でも今ベロチラ親方でしょ。ベロチラ親方。第1位八角親方。半平です。半平です。似てんだよな八角親方。元北斗海。元星。似てるね。似てるよ。気がつかなかったな。はい、ということでございます。後半戦の前に曲いきましょう。ジュークのラストシングルタンポポ。あ、僕あの普通の紐結ぶときこうやって普通に結んでると倒れちゃうんで、うん、横に倒れるの。横に倒れてするんですけど、うん、この間ガードレール足掛けて、うん、こうやって結んでたら、うん、あのお前じゃ怒られまして、うん、ガードレールは紐結ぶとこじゃない、うん、すっごい怒られました。すっごいビビって、うん、謝りました。すいません、うん、怖かったです。イミネ CD 大作戦後半戦。あ、そういいのにな。あ、そう怒られるんだ。あの交番の前だったんですけど、あの、そう選べばいい。なんか挑戦的な態度ね。失礼しました、渡部純一君。ナレージュ。突然声変わりしてしまった松浦彩ちゃん、ベスト3。3位。涙色。いやだな。いやだ、いやだ、ちょっとやだな。ちょっとやだな。それぞれはいいんだけどな。合わないってやつか。2位パパやママにどうやって説明しようかな。ちょびがわあ、何それ。うわ、声変わりしちゃったんだよ。声変わりとかだって声変わりって言うの言ってんだから。1位いくよ。おやじんなち。あげよこれ。年取っちゃった。しかもリズム崩れる。まあ絶対でも女の子だから こんな声からしませんからね。ファンの皆さん安心してください。葛飾区の引き大輔君。引き大。タイタニック号沈没の時、船から海に飛び込んだ人が叫んだ言葉。ベスト3。3位。怒っちゃう。怒っちゃうよ。2位前が地面だったよ。これは傑作だよな。前が地面だ。ここで垂直に落ちるやつだよね。ドラクエでここで前が地面だったよじゃないんだもん。前が地面だったよ。1位船長。CW ニコルさんだよ。船長を長に船長、船長どうにかしろって言ってるわけ。おい船長、おい面白い。これあげよう。面白い。黒磯氏ペンネームお笑いループシュート君。オルプ。あの有名人に言ってみたいセリフいろいろ。反町隆史さんには。神さんいるの？僕いないの。バカで。モームスの矢口真理ちゃんには。鬼ヤンマの鼻くそ。なにこれ。マックスのミーナさんには。やったらしいんだからスケベーガー。なんでだよ。安藤優子さんには。兄さん違うんですよ。なあ。村上弘明さんには。神さんいるの？おばいこ。つまんで。うおー、なんだろう。うおー、なんだろうこの。これは言ってみたいな、うん、言ってみたいけど言えないからここで言ってんだから。投げましょうね、これ。ある種大便利さですね。那覇市のペンネーム広瀬良二君。ひろ。いきなり坂上二郎さん、ベスト3。うん、サイン。もう一度好きって気が出てほしい。キスして髪を撫でて、キスして笑って。笑ってる笑ってる。いきなり二郎さんに。笑って笑って笑って。
いな。1位です。怖くなくない？これあげよう。あげようあげよう。やっぱこれいいね。そよそよせ。これはどう？小坂一石で俺についてこい。風邪ひきそうになるんでやめてください。指輪も1078066 TBS ラジオ小坂電話で待ってます。小坂で。わー、腹減った。小林薫のもぐらどんぶりです。ベロの先しんみりいたします。コサキンソングリクエストコーナー。さあ早速いきましょう。龍ヶ崎市の高坂秀樹くんのリクエストです。ルオ柴田行く横浜バスツアー内でイントロクイズで流れた増山さんの横浜恋物語をお願いします。お、このコーナーで昨年流れたマキさんでおなじみのそんな女の独り言を聞いて、僕は16歳ながらあのコスケベ節の虜になってしまう。 CD も何枚か買ってしまいました。出てるからね今ね。 それではあのイントロで出た横浜で聞いた曲です、はい、増山崎で横浜恋物語。雪の虫ですね、本当に。雪虫雪虫この手に止まれ。寒けりゃ ぬくもり分けてやろうとかね。はい、雪虫雪虫この手に止まり飛ぶには、何これ綿毛が重たかろうとか。雪虫って何か聞いたことあるな。これも今度ね、うん、ぜひ雪虫今度かけてみましょうね、はい、コスケベの。あ、コスケベでしょ。間違いないと思います、はい、コスケベのこと。あ、また今度でいいんじゃないですかね、はい、雪虫はね、はい、はい、というわけで横浜恋物語を聞いていただきました。高坂秀樹君、他にも CD 買ったっていうんで聞いて気になった曲また教えてください。待ちしてます。小田金でわー。今日の歌のゲストはなよった男隊の皆さんです。目覚めそう男のミレン歌どうぞ。君と別れて3ヶ月、君が使った歯ブラシはまだ捨てられず持ってるよ。君が残したコーヒーはまだカップごと取ってある。君が着ていた T シャツはまだ洗わずに置いてある。君が入ったお風呂の湯まだバスタブに入ってる。汚い汚い来たれ。小佐銀情報局、久しぶり博士の笠家の報いのツボ。写真ネタです。お、越谷のペンネームジョンポシオ、ジュンポシオン君。パパイヤ鈴木さんのお父さんを見つけました。お、オーサンウェルさん。あ、似てる。似てるね。パパイヤさん今のあのアフロをやめて、うん、オールバックにしたら似てるかな。で、オーサンウェルズのね、あの有名な写真でね、こう座ってる写真があるんだけど、あのバストアップでどこまで肩幅があるんだって写真があるんだけど。太いよね。すっごい。おそらく1メートルあるんじゃない。どんどん太ったよね。これ昔そんな太ってなかったよね。あの第3の男の頃もう太ってるけど。まだこうあったよね。アロン・ブランドだよ。どこまで太っちゃった。すごいね。セント・バーナードがセミスターで下半身映なってたね。え、下半身映なったらしいよ。あ、そんなに。うん、あのスコア、スコアの時下半身が裸だったのか。違う、それででも映すから髪とかダメです映ないって映したらスッポンポンで来ちゃったんだって。したら逆にこれだろ映せないだろって。お、さすがだな。そしたら犬がピロッて舐められて新しい。そうだよ。ハリウッドスキャンダル。越谷の同じ人なのにペンネーム違います。スパイダーアン君。毛の黒い大竹誠さんを見つけたので送ります。誰なんだろうこれ。インタートレード株式会社の人ですか。営業幹部候補募集ってことです。大竹ちょっと似てる。ちょっとだけね。メガネとヒゲってだけ。ヒゲとメガネ。いやでもちょっとね、こわもてなの入ってますね。強そうだね。強そうね、こいつね。ちょっと格闘技やってたって感じですよ。国分寺のスナイパー大竹くんです。加藤茶さんが若返ってグラフィックデザイナーをやってたんですね。木村博之さんです。えちょっと、おー、あのその時のえって言った表情がね。ちょっとリアルっぽいあとあれにも似てるよ。あの陣内さん。
あ、陣内さんね、うん、あバレーボール、あのバドミントンじゃないよ、うん、役者さんね、男優のね、岡山の吉岡正人さん、男優で船越英一郎がやるマイケル・ダグラスの吹き替えはうざいと思ってる皆さん、こんばんは。そう、いいじゃないよ。髪の毛を伸ばして団吉さんがぶらりソルトレイク途中下車に出演していたので写真を送ります。最近の団吉さんはものすごく上品です。本当はこの人は冬季五輪日本団長の武田常和さんですかね。ちょっとね、おお、団吉さんって髪の毛伸ばしてた時あるよね、若い時伸ばしてた。そうそうそう、あ、これ開けようよ、これ。これあのモンスターズイーク見に行ったんだけど、あの大きいあのモンスター、ダンキさんに似てるんだよね。ぜひやってほしい。優しいしね。そうそう、優しいし。それで、膝、正座できないのって言ってほしい。そう。練馬区のシリコン君。中世ヨーロッパ人。バカじゃないの。ナチュラルメイクよ、中世ヨーロッパ時代のマンドリルってね、あのすごいドレスにね、顔マンドリル入れてるバーッ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 バテロールに合ってんだよな。これ歩いてきたらビッグないよ。生えちゃうと思う。でほらよく昔ほら仮面舞踏会で顔を隠しててさ、顔隠してさ、綺麗だなと思って、踊りませんか、いいんですか、ペッと取ったら声出しちゃうね、この顔。あれだよ、飯食った後さ、鍋食ってさ、うわもう腹今日いっぱいだって時にこんにちはって来たら全部吐くね、噴水みたいに。あとあれね、ナビ夜寝てて体が重くて、なんで重いんだろう、なんで重いんだろうと思ったら真正面にマンデラがって言ったらどうする？うわ、羽を切られないよね、怖くて。あ、もうダメだね。やっぱり このなんていうのかな、自分でテンション上げなきゃいけないと思うから、多分陰もむしるかもしれないね。その痛みで、あーって自分で。それ俺昔大学の友達とあのキャンプ行って。キャンプ行ったとしようっつって怖い話したの。で森でもう絶対幽霊が出る森で、一人みんなとはぐれちゃったらどうするって、みんなが怖いから走って一生懸命逃げるとか、携帯とかない時だからとにかく明かりを探して走るとか、いや俺じっとしてる、明るくなるの待ってるって、一人が木に頭をつけて気絶するっつった時おかしくて自分で気絶するまで木に頭をつけてその方が楽だからっつった時にみんなで泣いたんだけど、それぐらいおかしい。なんで陰謀無視しなきゃいけないの。寝てるから、ね、いつもね、手はさ、そこに近くにあるじゃん、だから一番むしりやすいところ。ナビね、ナビね、言わしてもらうけど、うん、君はこの番組でしか言いたいこと言えないなら許してくれって言ったよね、うん、前番組で、うん、ジャングル行ったんだけど、うん、スタジオ前室で、うん、みんなが見てる前で別にみんなに話すんだけど、テレビ見ながら、うん、同程度のこと言ってるじゃないか。言ってた。そうだよ、でも岡丸君たちはまた言ってるって顔してリアクションがないからでしょ。そうで、例えば今の陰謀むしるも最初に思いついたことでしょ、今のを聞いて。うん、そうそうそう。で普段はその2番目とか3番目を我慢して言ってるわけでしょ。そうそうそう。1番目が言えないから。そうそう。っていうことね。そういうこと。じゃあジャングルでも2番目ぐらいを言ってるわけ。そう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 。でこれは俺がいたからか。そうそうそう。ここだからだ。母の大地だから。群馬県瀬田郡のペンネーム粘土君です。うんうん、これバカ、何だったのこれ。これビスコだ、ビスコ。幼稚ビスコの、ね、最初のビの、あの濁点のところを白く覆って、それで巣の上からまた同じね、ビスコの違うやつのね、火をね、持ってきてね、ヒヒコにしてで、それで子供の顔、落書きそう、ヒヒにして子供の顔、ヒヒコ多く笑わせようとしたんだ
絶対そうだよ。これは僕に対する攻撃だよ。これはヒヒコヒヒコ、これあげよ。他どこもいじってないのが余計笑うんだよ。小麦を海外にクラック幼稚幼稚だよね。ありがとう。でもね、でもアイデアが素晴らしい。やっぱりね、幼稚なものと引っかかるんだよ。でもこれをね、一生懸命ね考えてくれたんだよ。多分俺1時間ぐらいかかったところこれ作る。いや、これ半日かかってる。そう、俺その姿を見ていた。ありがとう。あの温かい目で見ていた。これよく見るとね、お茶をこすとした、ね、このクマもタモリクマにしてるんです。あ、そうなんだ。ちゃんとね、お若いんだよね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、第15回コサキン SS 大賞をやりますよ。ノミネート作品の発表を来週行います。4月からのコサキンを盛り上げてくれる SS 作って送ってください。それではここで過去の優秀作品をちょっと聞いてみましょう。水曜アップス小崎でうわぁ花見したかったですよね、課長。そんな甘ちゃんなこと言うなよ。だってもうこんなに。おいしい、おいしい。ムチ課長プシー、おいしい。水曜アップス小崎でうわぁ。何笑ってるんだ小崎、バシー。だって校長先生、前が前が。アイアムタマミセティーチャーわぁ。いえ、僕も俺あぁ、これシュー、左右左右。海水浴に行きましょう。ベルトのついてる海パンで。すいません。これが過去の優秀作品だ。4月から TBS ラジオの深夜ゾーンのタイトルがジャンク、 JUNK ジャンクになりますんで、水曜ジャンク小崎んではをという書き出しで送っていただきたいと思います。お願いします。指番号1078066、 TBS ラジオ小崎んではを、ファックスは東京0355631960、東京0355631960でお待ちしてます。小崎んで、うわー、コサキン、コサキン、コサキン、プニプニ、僕もプニプニだね。せーの、プニュー。おーぎれっとー、今週の題は先週に引き続き意味でセオリーでいきましょう。セオリー、セオリー、理論だっけ。はい、法則だ。葛飾区の式、ひげ大輔くんです。貯金箱のセオリー、うん、大体は途中で開けたり穴からお金を出してしまう。そうね、全部溜まったことってほとんどないな。俺もないな。溜めてるやつ偉いと思ったよ。あ、いっぱいになったからさ、割ったんだって言うと、こいつはとても根性のあるやつだ。そうだね。葛飾区の引き大輔くん、コサキンのセオリー、うん、言ったことを7日以内に忘れてしまう。そうなんです、本当にそうです。ひょっとすると2日以内30時間以内かもしれない。寝るとリセットしちゃう。そう、寝るとリセットになっちゃうんだ。ごめんね。黒い寿司のお笑いループシュート君、楠田恵理子さんのセオリー、廃、うん、屋を入れるとテキパキ仕事をする。なるほど。あ、やっぱりだ。この間フジテレビでね、わざわざ楽屋来てくれた時、ちょっとガソリン臭かった。ガソリン臭いね、いい人なんだけどね。葛飾区の引き大輔君、有川先生のセオリー、はい、3日に1回はちょっとした不幸に出くわしますね。え、3日に1回かな、一日おきぐらいで。藤井菊一郎君、うん、南神原郡新潟県、中学生のセオリー、うん、エッチっぽいタイトルの洋画を新聞のテレビ欄で見つけ、夜遅くまで心待ちにして起きているも、見ると大抵内容がまた外れで終わる、その繰り返し。そうなんだ よ、 だよ。これはね、僕らが中学の時からそうですよ。あの頃 11PM、 うん、見出しと、うん、番組の最初にパッてちょっと出てくるんだよね。そう、エッチっぽいのが、あー、ずっと見ると全然出てくる。あるんだよな。キンキンが一人でさ、息荒く喋ってるだけだ。金曜日だ。出川哲朗、山崎芳生のセオリー、うん、ぶっちゃけ言いますけどとよく口にするが、うん、それほどぶっちゃけてはいない。うん、いい人だからね。うん、北九州市の横田博史君、小坂家のセオリー、うん、小坂駅の洋服を全部つなげると地球を3周半する。すげえ。累計で買ったやつだったら結構いく。どのぐらいいくかな、わかんないね。うん、相模原の村上敦君、関根勤さんの法則、はい、最後に蚊のつく女性が好きだ。お、藤原紀香、優香、井川遥か、すっぱだか。無理やり。いいね。ね、すっぱだかもね、いろんな言い方だよ、日本語。うん、全裸、うん、一糸まとわぬ姿、うん、ね、
それからあの真っ裸、あ素っ裸、あ丸裸、そうだね、どれが好き？素っ裸がいいよね。素っ裸がいい、うん、全裸より、あ全裸ってパダカってのがいいよね響きがね、パがそう、破裂音がいいの、スッってのがいいの、おっぱだか、おっぱだか、おっぱがいいね、真っ裸、おっぱだか、あ何がいいかな、くねり裸の方がいいね。この時は聞きすぎるの。サンハロン君です。これ合ってると思うんですよ。井筒監督のセオリー、うん。目が寄ってくると爆発のサイン。あ結構ね。興奮してくるとね。うん、渡辺篤さんのセオリー。本当に気に入った家ではソファーに座りたそうな顔している。バーク。面白いこれ。これあげよう。あげましょう。秋田県仙北の池田松則君、うん、生島博がメガネではなくサングラスをしているときは、うん、大抵愛からショーです。バカで髪型がね、いつもこう、ね、愛からショーさんって面白いよね。あー、でしたね。函館の YTJ 君、小沢誠二さん、あ作曲家じゃない、指揮者ののセオリー、うん、世界的な芸術家は寝癖だって許される。あジャニーズのセオリー、うん、売れたら台湾に行ってみる。うん、あなるほど、読まれてますね戦略を。江戸川区の服部翔士君、林家ペイさんのセオリー、うん、意外と自分の誕生日は忘れている。そうかな、すっごいよ本当に。ああ博士だよ。1月3日だけで1枚しか行かないだーって言うよ。じゃないよ、何にも見ないで、すごいよね。我孫子の小池孝雄君、村上弘明さんのセオリー、トゥナイト2終了にがっかり。そうなんだ。好きだったのかな。そうか、これ面白い、あげよう。これ桜市のハローチツー君、小坂井和樹のセオリー、うん、季節が変わり春が来てもあっち向いてほいは弱い。そうだと思う、うん、どうして弱いんだろうね。遠山の金さんのセオリー、松方弘樹演ずる遠山の金さんは前日前の奥さんから電話がかかってきた時に限り右の乳首に本物の桜が咲いている。じゃないよ。何がピンクになってるってことでしょ。なんかね、集結しちゃった。なんでなの。思い出すのプレーを。前の日、前の奥さんから電話かかってきてるから。まあこれあげましょう。神戸市ののりしむらいすくん、ドコンチョガエルのヒロシが着ている T シャツのピョン吉が、うん、マントヒーにすり替わったら今頃ヒーが暴れ、ヒロシはフラフラ。そうするとドコンチョヒーヒーになる。ヒヒ吉になる。あ、ピョン吉だ。ピョンだ。行動に吉をつけるんだから、ヒヒだからなんだろうな。ホエ吉。どうやって吠えるの？ヒーヒー。ほー！ほきゃー！ほきゃー！吠えだる。白田三平のさ、うん、漫画にヒヒ出てくるんだよ。あ、ヒヒに襲われたりするんだよ。やまんないやん。その時もヒーって、ね、あとさ、ずっとカムイってさタイトルついてるのにさ、ずっと猿の生態書いてたでしょ。2年ぐらい。あれが分かんない。天才すぎて分からない。我孫子の小池孝雄。大鶴ギターのセオリー、うん、逃げても逃げてもマルシアがブラジル仕込みのダンスで迫ってくる。大鶴ギターのセオリー、あの殴られてないのに殴られたボクサーみたいだ。いやあのリスナーと張り合わないで、ね、思い浮かんじゃったんだ。ココリコの田中君のセオリー、うん、ドラマに出るとスタッフロールにかっこ杉浦直樹弟とか、ね、うまい。ちょっと似てるね。似てる、あげようよこれ。名古屋のナイトギャング君、うん、柳生博士のセオリー、うん、なぜアタック20がまだ続いているのにクイズハンター終わったのか未だに納得していない。あとバラエティに出ると先輩だってことでゴリ押しすぎるって。いやだからハガキを紹介するコーナーお願いします。すいません、いいですか。ちょっと私今のはあの辛口で行きたかったんですが、総田市の又右衛門君、一言はビシッと決めないと。はい、元若島津のセオリー、はい、二人きりになると妻のことをガラス坂と呼ぶ。そんな言わねえよ、怒られるよ。リゼちゃん怒られるっていう。ガラス坂はもともと木の内みどりさんのために書かれてたんですよね。ところがね、音域がねこんだけ歌えないって言うんだね。リゼちゃんに言っちゃったの。
いわき市の神六さんの宴、はい、マリナーズ長谷川投手のセオリー、はい、ユニフォームなしで横浜中華街をぐらつくと南ちゃんに間違えられてしまう。あ、似てる。一時撤退するわけですか。似てるな。寒川町の皆川達彦君、うん、小倉久志郎さんのセオリー、うん、年に一度体中の毛に火をつけて山焼きをする。バーカ、これあげよう。でやっぱり抜け毛多いだろうね、普通の人より多いと思うよ。あんだけ生えてれば全身に。でもちょっと来ちゃったんですよなって言ってたよ。あ、でも十分なんですけどね。海老名市の肥後勝君、元が多いですからね、うん、ガッツ石松さんのセオリー、うん、セオリーって誰。渡辺文雄さんのセオリー、うん、外出すると必ず街の人からテレビで見てますよ、山本文雄さんと間違えられるのでえらい迷惑。何さん、山本、あ、文さん、文さん似てるね。ちょっと渡辺さんってあれでしょ、柔道強いんだよね。空手五段って俺兄貴に聞いてたんで、渡辺さんって空手五段の、いや俺空手なんかやったことないよ。噂って怖いよね。杉並木の井上薫君、ヨッピーのセオリー、よっ、ああ女の子ね、はい、エッチなシーンの時はアコの名前で出てくる。アコってまた2ついましたね。僕ドラマ一緒にやった子だよ、アコって。ランドセルっていたでしょ。ランドセルね、いたね、うん、神戸市の乗島大輔、加藤豪ちゃんのセオリー、うん、アイドル時代は遠峰アリサという名前だった。ひってあまりにもひどすぎるこれ。神戸市のバカじゃないの。乗島大輔、高田純次さんのセオリー、お、新山千春のことを松山千春の妹と言っていた、テレビで。ひぃ言いそうだからな。来週は SS 大賞、 SS 大賞をお送りします。はい、また合格しました係に来てますね、うん、ペンネーム萩原汚れさん、那覇市は、うん、沖縄県立芸術大学美術工芸学部合格おめでとう。はい、そしてこれね、第4代目のクイズ知ってる本チャンピオン竹内香織ちゃん、はい、第一志望の成城大学文芸学部マスコミ学科に合格しました。ここの試験中にトイレに行ってしまい、その後試験官にずっとマークされていたので落ち着いて回答できなかったんですが、合格していたので驚きましたと。受験勉強だからといって根を詰めずに、いつものように見たい時にテレビを見てラジオを聞いていたのが逆に良かったのではないかと思います。メリハリってやつ。小崎の放送は毎週録音して聞き、イベントにも参加しましたし、テープを聞いている時間は勉強のことなど全て忘れることができました。以前小坂さんが中学高校時代はいろんなことあるもんです、そこで悩んだり考えたりすることは絶対無駄になりません、夢を持って頑張ってくださいと手紙でおっしゃってくださいました。この言葉は大変な励みとなり、いやそのまで言ったんですね僕ね。行き詰まった時はこの言葉を思い出して頑張りました。また関根さんの似てないブルースリーの年賀状も時々取り出してみては爆笑しています。お二人には本当に感謝してます。おめでとうございます。おめでとうございます、ね、いい春ですね。桜もこういう人たちのために早めに咲いたのだかもしれません。はい、さあ順次さん、桜より早く爆発先でしたね。ありがとうございました。またぜひ来てほしいですね。あとまたじゃあまたゴルフ行きましょうねって言ったんですよ。もうあのゲスト終わった時に帰り際にね、そうですね、小坂井さんもね随分ドライバー飛ぶようになってね、本当にね、でこのくらいでいいですから。気がついちゃったよ。来週は第15回小崎 SS 大賞のノミネート作品発表します。ふるって応募してください。クイズ小崎知ってる本のチャレンジャーも募集してます。電話番号に似てるものまで聞いてほしいことを書いて送ってくださいね。ハガキはいつもの宛先です。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ小崎では、ファックスは東京 03-5563-1960 東京 03-5563-1960、 イメールは小崎@best.tbs.co.jp 小崎@best.tbs.co.jp でお願いいたします。さあテレフォンのチャレンジャー小崎の施設大将、はい、くだらないのお願いします。よろしくお願いします、はい、お待ちしてます。いつまでもすいません、人のふんどしで一生懸命やります。はいはい、せーの。